ドール原子力発電所、またはドエル原子力発電所は、ベルギー北部オーストフランデレン州ドゥールに立地する原子力発電所である。アントウェルペン中心部の北西、約 20km のスヘルデ川沿いに位置し、オランダ国境までの距離は約 3km である。4基の原子炉があり、総出力2923メガワット、職員数は1000人以上である。 1.2号機は2003年1月に成立した商業原子力発電からの段階的撤退に関する法律により2015年運転終了予定であったが2009年10月事業者が再生可能エネルギー研究開発へ資金提供することなどを条件に10年間延長されたしかし稼働に必要な法整備が弱い政権下で進まないまま2011年に 日本で福島第一原子力発電所事故が発生し、道路発電所の運転再開は一旦白紙撤回されることとなった。この措置に伴い、原子炉は2015年に閉鎖が予定されていたが、白紙撤回後にベルギー国内の電力需給が悪化。2015年から2016年の冬期間には電力不足が予測されたことから、 再び発電所の運転再開が決定するという2点3点の展開となった1号機はこの法律の規定で2015年2月に運転停止、同年12月30日に運転を再開したが3日後の2016年1月2日に自動停止した。2015年11月火災事故が発生した。 2016年3月22日のテロ事件の標的として計画されていたと報じられている。欧州司法裁判所は2019年7月29日、蒸気の運転延長に際しての環境影響調査が不十分だったとして改めて調査を求めた。ただし、電力供給への深刻な脅威があれば、発電は可能との判断を示し、即時の停止は命じなかった。 ありがとうございます。